おさきです。くまです。初めての我が家を持った時に、はい、この家に一番必要なものは何だ？綺麗な家。綺麗な家、家か。確かにな。違う！それは後からでいい。お、アウトだ。火のないところに当たってる感じ。今、撮影中。キッチンもまだできてないし、リビングもまだできてないが、バーベキュースペースを作ります。段取り。この、底田が見えたところで教えて。そこたまであと2ミリ。すげえ、これでさっきの線引いたとこが。これまっすぐなんや。うん、確か。何やって。お宝とか出てこねえか。出てこねえかな。うん。多分。なんな。線の下でやな。うん。あ、いいグルやな。あ、なんかちょっと。はい。なんで満足感出そうと。まさきくんも砂利拾い行った。これはセメント用砂利だぜ。砂利モルタルコンクリート用、うん、こっちは似たようなことしてるな。おお、こんな、おお、あ、こんなもんでいいんです。セメント。また足りんかったら足されていく。あ、そういうことか。これ混ざってる感じする。うめえな、やっぱり。お。なんか見えた。こんなもん。で、今度はビリなしで。はい、これ200やもんで、うん、はい、ブロック上下があるで、ここが肉厚が違う、これ、こっち厚いな、本当だ、うん、厚い方が上で。なんで厚い方が上なの？この上、セメンのしてかなかもんで。あ、乗り面が多いってことか。接着面が。うん。折れた？折れてはない。だいたい大丈夫そう。うん。ここを通して。で、目地を押さえていく、でこの片木、こっちが出て、でこっちを叩かれた、本当はこういう風に抜けていけるわけよ、うん、それが砕けちゃうもんで、うん、ちょっと攻めがもうちょっと、じゃあ攻め多めで、次のやつはここ、犬のうんちみたいですね。本当っすね、犬のワルツ。ここで怒られるの。うわー、砂こぼした、もったいなーい。あとは本日あれですね、田舎移住を志しているストリッパーさんが筋肉系ストリッパー、金粉で
こうムキムキ系でなんか天井からぶら下がった布一個で天井までこう登っていくような人。おお、分かりにくい。こうやって空洞にしていきたい。おお、えら、どうだ。うん、おお、消えやすいな。で、どこが足りんか。基本の高い方が高い。で、そのもや。おお、よからず。この黄色い線に触るとレーザーで体スパーッと切れるんで、レーザーやるけど。ああ、いいっすね、いいっすね。あ、結構広いですね、こうやって見ると。広いよね。はい、結構頼むぜ。結構ワンツー、ちょっとこっちに倒れるようになったけど、肩取ったら大丈夫やとも思うけどね。こんなもんで、うん、いい感じだね。で、こうやっといて、高めにしといて、うん、あ、ここにこうやって入れてあげるだけです。で、水散ったね。うん、この後も何本か必要があるな。そうやね。この間間は水入ってくような穴を開けんでもいいの？その隙間行くかなと思うけど、パイプとパイプと間の、うん、後でちょっと開けてもいいなとは思う。 OK。 オープニングでちょっと紹介した、ちょっと紹介した、パフォーマンサーさん、ダイスダンサーさん、はい、タイガーアイコ、はい、イエーイ、こんにちは。マジちゃんとパワー系女子、 ありがたいね。か弱い系男子、か弱い系男子、俺カメラマンに蹴ってモテる限界とかもあるもんね。モテますよ。オッケー、ありがてそんなまさか拾え俺拾うとせっかくの助っ人がすいません、仕事を振っていただいて。あ、いえいえ、僕カメラ撮るの好きなんで。こういう感じですか。そうで、こっち側のブロック積んである方に影響が出ないようになので、それでブロック全部崩れたら面白い面白くないここだけ配置のために石をさ、うん、位置が決まったで、まあ根元へ石を水はきいいように。待ってます。すごいね。よう動く。尊敬する。ありがとうございます。まさきくんが俺言ったよ。あ、俺のことが。もちろんそうだよ。もちろん。はい。うちの子供を甘やかさないでください。心が折れそうでした。おかしいって、75やで、あんた。75歳が20代に辛そうやから変わってあげるはおかしい。パンチラーはさ、なんか高価なものな感じするのさ、ハミ金とか横金とかはさ、なんかそんなありがたがられんっていうのがさ、俺、あの世の不条理と思う。見せたいってことですか。じゃあ見せたいとかじゃなくて、もっとありがたがってほしい。もっとありがたがってほしい。セメントがしたら落ちちゃうもんでさ、うん、あの全部塞ぐと染みちゃうってさ、でここは入れねえ、鉄筋があるもんで入れねえかんけど、はい、この2つは関係ないもんね、うん、でセメント入れるときにセメントが落ちてかんように、あ、落ちも、はい、はい、すごい目地通せるように。角コーナー、コーナーが足りん、今度ブロック買いに、あ、足りる、コンクリート、うん、
でもなんとか、うん、もうちょい、うん、もうちょい、もうちょい、うん、でこっちを持ち上げるわ、ちょっと、はい、うわ、うわ、え、これ俺がうまいのか。よっするぜー、はい、できるだけパズルだったんで、あー、これ言っても一番しんどかった時だって、マジでこれしんどかったですね。何がしんどかったって、まだ収益化してなかった時だから、それがちつらかったっす。俺はこんなに石を、そうです、そうです、一トンも運んでんのに何も起こらないのかっていう。さて、今疲れます。どの一回行ってみるか。全く読めない。じゃんけんで勝ってこっちを選んだものの。こんなもんかな。今3個やりすぎじゃん、やりすぎだろ。喉ガラッガラ。一番近い自販機ってどこや。自販機もミンクね。あの街中じゃないですか。もう二度と2個でやんねえ。そらそうや。まあでも10個入れたら約束あったんだ。30、あ、30。埋めるぜ、ほぐすぜ、キャー。ちょっと回ってきたよね。回ってきました。2人でやるし、個人で。日が暮れちまーす、日が暮れちまーす。俺も背中と腰がもう何にも言うこと聞かんけど。トキです。クマです。はい、バーベキュースペース4日目、はい、4日目です。ひたすら埋めるだけの作業、二人ではしんどいなと思っていたところにね、移住系 YouTuber のチュンコロモチさんとご主人さんが超助かる。超助かる。どうもお邪魔します。おー、助かるぜ。めっちゃ助かるぜ。せっかくあんなに持ったのにこんなに減るってなる。足元気をつけてください。葉っぱが滑る。はかどるな。なんでいつも胸につけてんのに。バレた。はい、ありがとうございます。おお、早いな、やっぱ4人でやると。3人か、3人か。みんな家は平らなところに建てた方がいいよ。それだけは間違いないっすね。お、なんか2本出てきた。本当だ。え、2本は丸い気がするな。2本出てきますね。おそらく温泉だろうと思っていたが、今2本出てきた。はい。
間違った道具の使い方はこうなるので注意しましょう。お、ストロングマサキ。せーの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 。全然じゃねえか。一緒から石を。石を。石だけ。ソーン。これでいこう。うん、そんなもんです。そんなもん。できれば、こっちの木でやってもらって。お尻が揺れてるだけだ。いや、ニッチの差をそう狙うかな。めちゃくちゃニッチな。揺れてるクマさんのお尻止まんないっす。また手厚やってくださいね。3本線プラス指輪ね、うん、もうちょい上、もうちょい上。豚こっち。オッケーオッケー。2段入るかな。ギリ入るぐらい。さっき800測った。いけてる感じだった。感じをいけると思うけど。必要なところが。あ、うん、あの、背面でごまかす。ちょっと入れる？入ってなくない？こっち。そこにそれを入れるか。うん。うん？まだここの上乗せてない。連上連上。すげえ。力技。一列目下から。一列目の下目地の先頭。だってここでこうこれがこう合っとるや今。で音をちょいずらしで右にずらしてもらっていい？で音の指の位置がどこに合うか。そこ今ぴったり。ここね。うん。多分ね2、3センチ高い。これこのぐらいだと思う。ジャスト。ね、ジャスト、うん、ここで7センチ高く、グレートって重いな。取ってばっかやな。取ってばっかり。またこのアングルからスタート。これみんなも飽きてくるぞ。伊豆の七不思議。伊豆の七不思議。まず一つ、物がなくなる。二つで高さや長さが合わないだがそのまま進む。あと5つ今後も見つかるだろう。完成。完成。完成スペース。完成。ね、うん。何発交代にする？先発。100発交代で。100発交代。50にします。あと10。あと9です。2、3、4、5、6、7、8、
キュー、ラスト。あ、あと1回。はい。50。あえ。Life is beautiful. Beautiful.叩いて、まあ奥まで入ったかなっていう。あ、叩いてくうちに液状化現象みたいな水いっぱい出てくるね。脱ぎます。10分ぐらい経った気がします。おお、いいぞ。おお、おお、いいね、いいね。いいんじゃないか。綺麗じゃないですか。うん、でスルンとしてるわけではねえが、龍の未来を担え、君の手で。これ入んねえな。この一個分入んねえ。見りゃわかるよな。うん。どうも、ベズキです。バーベキュースペース7日目デレン。結構なっとんな。ブログとかでもいろんな人がやってるんですが、セメントと砂の割合によって強度とか砂の染み込み具合が変わる。5対3がいいかなと思ったので、今砂を10入れたのでセメント6入れます。6いい。よいしょ。ジャスカいいよ。バカな。おお、ぶちまけ。鳴らしていくべ。もっとなんか、もっとなんかあったやろって感じする。やり方あったやろって感じする。ペタペタしたとこ。もう普通のコンクリになってる。ダメ。巻きすぎた。皆さんはセメントは強アルカリ性なので絶対素手で触らないようにしてください。手が手荒れの原因となります。私は子供の頃からアルカリ星人って呼ばれていたので大丈夫です。めっちゃいじめられてるじゃないですか。これ今何してるんでしょう。もう土台ですか。バーベキュー。あ、もう土台作ってる。うん。はい、皆さん、こちらはお肌の色がちょっと濃い小麦色に焼いてる方用ですね。防虫防腐アサヒペンさんのダークオークカラーのファンデーションとなっております。
これを使えば虫に食われず腐りもしない、長持ちするお肌が出来上がるというものになっております。普段よりちょっとワントーン暗いぐらいの色かなと思いますが、夏なんかはこんなの色使って弾けちゃってもいいんじゃないでしょうかね。防腐剤塗り終わり。見てこの汗、見てこの汗。いくよ。ブン。これで合ってるのか分かんない俺。全然汚っちゃって大丈夫だ。キャスターは大丈夫だ、耐えれるぐらい。うわ、耐えれる重さのやつにしたはず。真ん中が伸びる。見てもらっていいですか。うん。こう。オッケー。うん、大丈夫。オッケー。見たでいいんですか。うん。はい、お、え、ね、なんかもうこれだけでよくない？めっちゃいいじゃん。おい完成完成面白いことが起こるんじゃないかと思えば。オーケー、止まった、終わりました。オーケー。うん、どうですか。あ、全然安定感ある。やるぜ。やるぜ。掘ってくれ。あれ、ポップってもう1個しかないの。どんぐらい掘るんですか。ここから、こんな感じ。あ、お、ここの下ぐらいまで。うん。こういうことですよね。こういうことだね。あ、真ん中割れか。ひっくりか。オッケー。気休め100均ネット。おや。やり混ぜた。ポテで。一センチ下って感じでブロックまでかな。うん。壁際の高さを揃えるか。どうします？文字とか？文字大変そうじゃない？文字入れるとしたら何を入れるって話じゃない？そこのセンスは取られるね。小さい声で言うな。
からどう UNKO という地位持っていくか。うんこやめろ。なんでお前はいつもうんこって入れたがるんだ。そんなことだから女子にうんこマンって言われるのをつけられるんだ。あーやめてー、俺のいじめられてた過去。いじめられてたのかお前。絶対いじめられてる。うんこマンを褒め言葉と勘違いしていたんだ。俺どっちかといえばうんこマンって呼ばれたか。そんなやつ世の中にもいるんだな。OK。さあ。ここにさらに。おお。また素手で。あ、アルカリ星人参上。アルカリ星人参上。みんな、セメントを触るときは、絶対素手で触らないようにね。強アルカリ性だから肌荒れに良くないよ。俺はアルカリ星人だから大丈夫なのさ。あのウルトラマンオールとかあるやるよ。 M78 成分か。はい、そこに行くには距離がある結構、うん、全然近場そんなもんより近い、と新宿から秋葉原ぐらいの距離が M76、うん、新宿から代々木ぐらいがアルカリ性。めっちゃ近いな。歩けってぐらい近いね。歩けるぐらい。これは思った通りにはならんやろうな。ランチ物。あ、魚と下の方何やろうな、これ。海藻？海藻っぽい。うん。マスター今日やってる。やってないよ。あ、オッケー。もう粒が見えるぐらいにで止めとくわ。はい、うん。お？うん。あ、でも電気ができた。ちょっと出てきたな。こういうチョコあります。あるね。うん。難しいな。洗い具合が。うん、ちっちゃいもんね。あの、ビ。あ、でも、いい感じになる。だいぶ出てきては。はい。いいね。これで切りなんだ。いかちいな。結構いかちいね。おー、伊藤のヒノキ。岐阜県のちゃんとしたやつ。なんかブランド牛で、はい、本当は外のパーゴラでなんて使っちゃあかんようなやつ。これ 4.5 測り肉。測り肉わかんねえ。どうすりゃいいに。5足す 1.5 は。6。6? いや、6まで。どうやな。だよな、まさき。俺も計算信じる方が悪い。これ、シャビシャビなもんで、はい、気をつけて。はい。塗りまーす。せん。これ出してもすぐなくなる。あら。にょん。ベルです。え？パーゴラを作りますよ。おじゃん。はい。どこまでいけるかね。うん。今日、明日、明後日で。建築終了したいね。よっしゃ。よっしゃ、ついに建てるぜ。建てるぜ。OK。さて、ネジ穴は合うのか。合っとる？お、合ってますよ。お、来た？あ、今来てるな。来てるね。これ今来てます。来てるね。どうだ。怖え。うわ、来た。気持ちいいぞ。気持ちいいぞ。ちゃんこ年季の入った工具や。おお、メシメシいってる。おお、濃くなってきた。
濃くなってきたぞ。いいぞ。ハンマーいる？そうです、ハンマー入ってますね。入ってる。あ、で、一回ちょっと抜いてもらって。おっとー、たすげえ腕力。ほい、ブドウ作ろうぜ。完成じゃんこんなもん。一番奥から、はい、そこまででどれぐらい？ここですか？1個目の木までで屋根を乗せとる部分。ここから、はい。うん。から先端ですか？うん。2×4 の真ん中で取って16です。端にしようか。一番端で。それもドミノ倒しで後で使えそうな感じが。え、ハンマー、ハンマー。真っ暗だぜ。みんな、すまんな。すまんな。明日雨なんだ。明日雨なんだ。俺らの水じゃねえし。そうなんだ。もうちょいこれっていけんのかな。いけねえ。ダメだ。しかもビス救い出せんくなるかもしれん。これでこんにちはしたらすごい関東的だわ。もうちょい上です。あ、OK です。OK です。お、こんにちはした。こんにちはした。俺は昨日なんで思いつかんかったやろっていうことを思いついた。はい。おお、すげえ、すげえ。当てられない？はい。聞いてるな。すげえ聞く。バッツンバッツンだから。